羽生結弦る、スピード離婚の原因が衝撃。まるまるするために苦渋の決断。ええー、こすけです。え、ちょっとね、今ね、えー、緊急で動画撮ってるんですけれども、なんとね、衝撃なニュース入ってきまして、えー、羽生はにるさんがなんと離婚を発表するということで、あれ、8月、8月にね、結婚したばっかなのにどうしたっていうことで、ツイッターの方でスピード離婚っていうのが上がってて、えー、すごい話題になってるんですけども、ちょっとその離婚した理由がですね、 ちょっとシャレになんないことが起きてまして、これ前代未聞でこんなことで離婚するって芸能界で多分初めてなんじゃないかということで、ちょっとこれはどこに責任問題がどうなっていくのかっていうのをふたぼくかぶりしていきたいと思うんですけれども、ハニューゆずるさんがね28、28歳、離婚した17日、ツイッターでね、発表したんですけれども、今年8月4日の午後11時11分に一般女性と結婚発表した。 でね、この一般女性がどういう方かっていうのはちょっとま,まだわかんない状況だったんですね。顔も名前もわからない。まあ一般の方なんで。で、X ではお互いに心から尊敬し、大切にしていく覚悟を持って結婚いたしました。それぞれを守るために様々なことを考えながら共に乗り越え、えー、過ごしてきましたと振り返った。でね、最近、まあちょっといろいろ悩まされてるのは、どうやらね、その羽生結弦の熱血なファンから、その羽生結弦の嫁さんに対しての まあ攻撃というかね、えー、接触、プライバシー侵害がすごい、かなり深刻だったんで、その悩みを打ち分けてたんですよね。まあそれが伏線だったんですけれども。で、現在様々なメディア媒体で一般人であるお相手、そのご親族や関係者の方々に対して、そして私の親族関係者に対しても、誹謗中傷やストーカー行為、許可のない取材や報道がされている。もうやっぱりメディアの責任ですよね、完全にね。えー、生活、メディアというかマスコミですよね、テレビのね。 生活空間においても不審な車や人物に徘徊されることや突然声をかけられることを私たちは共に思い悩みながらもこのような事態からお互いを何とか守っていけるように努めてきました。と、えー、悩まされていた。えー、ということでね、えっと、ちょっとごめんなさい。こちらの、まあ、先ほどは要約、えー、なんですけど、まあ、全部ちょっと見ていきたいと思うんですけれども 温かいお言葉や応援、ご支援、本当にありがとうございます。私事ではありますが、皆様にお伝えしたいことがあると。私は一般の方と結婚した。えー、高い心から尊敬し、えー、大切にしていく覚悟を持って結婚した。それぞれ守るために様々なことを考えながら、共に乗り越え、過ごしてきた。そんな生活の中で相手は、一歩も外に出られない状況が続いて、私を守るために行動し支えてくれた。 なんで一歩も外に出られないのかわかんない。おそらくまあ、その後でストーカーとか誹謗中傷とかがエスカレートしたっていうことなんですけど、現在様々なメディア媒体で一般人であるお相手、そのご親族や関係者の方々に対して、そして私の親族関係者に対しても誹謗中傷やストーカー行為、許可のない取材や報道がなされています。で、生活空間において不審な車や人物に徘徊されることや突然声をかけることもある。ちょっとね、絶句ですね。ここまで来てたんだ。 多分熱狂的なね、羽生結弦の信者だと思うんですよねえ。本当に羽生結弦のファンで度が過ぎて、もう、あの、ましてやね、その日、そんな憧れの人は結婚してしまったんで、どうしてでもいいから近づきたいっていう一部の熱狂的なファンですよね。で、私たちは共に思い悩みながらも、このような事態からお互いを何とか守っていけるように努めてきた。しかし、 私が未熟であるゆえ、現状のままお相手と私自身を守り続けることは極めて難しく耐え難いものでした。もうね、限界だった、耐えられなかったってことですね、羽生ゆずね。このような状況が続いていく可能性と、一時改善、改善されたとしても再びこのような状況になってしまう可能性がある中で、これからの未来を考えたとき、相手を幸せ、相手に幸せであってほしい、制限のない幸せでいてほしいという思いから離婚するという決断を決めた。 これね、やっぱり私と一緒にいると、どうしても私、羽生結弦と一緒にいると、私の本当にこう、もう頭おかしい、あの、熱心なファンから攻撃の矛先があなたに行くんで、あなたのことを愛してる好きだからこそ私と離れてくれっていう決断に前出した。これ、本当にね、シャレンなんだよですよ、本当に。このファンの人。まあ、誰やったかわかんないんですけれども。これからは、えー、一般人である相手、 そのご親族や関係者の方々、また、私の親族関係者に対しての誹謗中傷や無許可の取材、報道等迷惑行為はおやめください。心よりお願い申し上げます。この先も前に進んでいきます。これからもよろしくお願いします。蟹譲る。これね、もう過度な誹謗中傷とかね、迷惑行為、これやってたらね、もう蟹譲る、まあ多分お金あるでしょうからね、もう弁護士使ってもいいから、もう訴えるべきです、本当に。マジでね。えー やっぱり多分過激なファンが多い、多いんでしょうね。知らないけどね。いや、多いって聞きます。本当に羽生結弦、やっぱりもうビジュアルいいですから、あもう昔から見てた熱烈なファンがね、こうエスカレートして、えー、なんで私の羽生結弦時間を取ったのもう羽生結弦を独占して、本心じゃない。攻撃してやるみたいなことでね、多分矛先行って、その一緒に生活してる空間にまでね、えー、入り込んだ。こういうことになったと思うんですよね。で、本当に悩んで、 このまま行くとね、もうやっちゃいけないことをやってしまう。だったらもう、じゃあ別れた方がいいっていうことだと思うんですけど、本当に好きで結婚したのにかわいそすぎますよ、これ。で、この後ね、えーまあ、これね、マスコミ閣議という文章でね、ちょうど今、先ほど12日7日のね、深夜に送られたんですけれども、ちょっとね、羽生譲るの、 の生活を脅かす、えー、過激なファンもファンじゃないね、こんなことするなんてね。本当のファンだったら、もう羽生結弦の幸せを見届けるためにね、えー、羽生結弦がね、幸せな結婚生活をしてるのを見守ってあげればいいんだけどね、もうちょっとあの、要はストーカー化しちゃってるってパターンですよね。まあ、これ、ヤフコメ、まだついたばっかなんですけれども、この前結婚,結婚したとはいえ、 やっぱりこの前にマスコミが勝手に個人情報をばらしたことがきっかけでこうなっちゃったのかな。もしそうなら訴えてもいい。両方が納得してるならいいと思うし、これからも幸せが来るように応援してる。これわかんないんですけど、マスコミが勝手に個人情報をばらしたっていうことなのかな。そしたらちょっとシャレになんないですね、えー。ツイッターの方でのね、ちょっと皆さんの、えー、意見を見ますと、まあ、早すぎないとかね。 相手を守るための手段としての離婚。さね辛い決断をされたのでしょう。で、本当かわいそう。こんなね、離婚を決断しなきゃいけないぐらい奥さんもご家族も怖い思いをさせて、したんですね。これね、多分みんなじゃないと思うんで、本当にごくわずかな一部のね、あの、狂心的なファンが引き起こしたと思うんですよね。もう、そんな人、そんな多くないと思うんです数名ぐらいだと思うんですよね。本当に。みんな徒党組んでやるとは思えないんですよね。だから、羽生譲ルサイドは、ちょっとその人を特定して、 逆に訴えるようなことをすればいいんじゃないかなと思いますけれどもね。えー、誹謗中傷や迷惑行為ね。まあ、開示請求のプロセスが簡単になったとはいえね、えー、まだこんなことやってくる,くる人がいるって、本当ね、これ胸苦しいですよ、本当に。まあ、これ、ちょうどね、多分深夜の本当に、えー、僕もさっきね、ツイッターやってる時に急にね、11時40分に出たんで、 多分まあまあ大ごとにしたくないから、まあ、深夜とかで発表したと思うんですまあおそらくね明日の朝になったら、えー、各メディアワ、まあ、イドショーとかね、まあ、大々的に取り上げるってくると思うんですけれどもちょっとねこんな理由で離婚するって人生の自分のね一大イベントとかね本当に全姿勢成形変わっちゃいますから。 えー、羽生結弦にはね、どうしても幸せでいてほしいなってね、思いました。ということで本日はね、羽生結弦スピードリコの原因が衝撃、まるするための苦渋の決断というね、お話になりました。では最後までご視聴いただきありがとうございました。